こんばんは。ゲームやわです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の考察を行っていきます。毎月1日、15日更新、前編後編合わせて、毎回約30分を予定しております。第103回、今回は特別企画として、ファミコン誕生物語と題し、テレビゲーム機の進化の経緯と、ファミコン誕生の歴史を紐解いていきます。たくさんの資料をもとに細かく調べてみると、そこには様々な人間ドラマや、運命的なエピソードがありました。日本国内で1900万台、世界で6000万台を売り上げ、テレビゲームの礎を築いた、言わずと知れた伝説のゲーム機です。日本では、1983年7月に発売されました。同年には東京ディズニーランドが開園されています。ゲームボーイの生みの親としても知られる、横井軍平さんが手掛けたゲーム&ウォッチの成功により、当時の山内宏社長の号令のもと、その利益を投入して開発された家庭用テレビゲーム機、それがファミリーコンピュータです。テレビゲームというのは、日本のいわゆる和製英語です。戦後の高度経済成長を経て、各家庭にカラーテレビが普及し、その土台のもとで、テレビにつなげて遊ぶゲームの文化が発展しました。当時のテレビ CM はこちら。ファミリーコンピューター登場。カセットを挿入するとカラー52色の鮮やかな画像。コンピューターを相手に麻雀、五目並べ、そしてポパイ、ドンキーコング、2人で楽しめるマリオブラザーズなど10種類。ポーズボタンと切り替えスイッチで簡単にテレビ番組に変わるテレビ共存タイプ。家族揃ってファミリーコンピューター。ゲームやわは皆さんから寄せられたリクエストの傾向をもとに取り上げるゲームを決めています。取り上げてほしいゲームをぜひ Twitter や動画コメントでお寄せください。それでは本作の内容について掘り下げていきましょう。こんばんは、よろしくお願いいたします。今回も3つのチャプターに分けてお話しいたします。それでは最初のチャプターはこちら。チャプター1、任天堂の逆境と強運。上の画像は、アメリカのスミソニアン博物館に展示されている、世界初の家庭用テレビゲーム機、オデッセイの試作機です。ファミコン誕生の23年前、1966年、アメリカ人の電子機器のエンジニアが、バス停で会社の同僚を待っている時に、テレビに繋いでゲームを遊べる機械のアイデアを思いつき、それをメモ帳に書き留めました。ラルフ・ベアは、エンジニアであると同時に発明家であり、2014年に亡くなるまでに、150種類以上の特許を取得したそうです。翌朝、彼は自分のオフィスで、メモ帳のアイデアを清書し、4ページの仕様書にまとめ上げました。当初の商品名の案は、ゲームボックスというもので、価格は25ドルを想定していたそうです。当時の為替で換算すると、日本円でおよそ9000円くらいです。それからおよそ3年後、ラルフ・ベアは仲間たちと共に、ゲーム機の試作品を完成させ、そのゲーム機はオデッセイと命名された後、1972年に、マグナボックスという電機メーカーから商品化されるに至りました。販売台数は、およそ35万台だったとされています。一方、日本で初めて、テレビにつなげて遊べる、家庭用ゲーム機を販売したのは、玩具メーカーとして知られるエポック社でした。先述した、オデッセイの販売元であるマグナボックスから、エポック社が技術提供を受けて開発された、1975年発売の、テレビテニスというゲーム機です。モノクロのシンプルな画面の中で、ラケット代わりのバーを上下に動かしながら、両サイドから2人でボールを打ち合うゲームでした。定価は19,500円。プレイできるのは、そのテニスゲームのみです。販売台数はおよそ3万台でした。そんな中、1970年代の任天堂の主力商品の一つは、横井軍平さん考案の、レーザー光線を用いた射撃玩具、光線銃シリーズというものでした。シャープから売り込みがあった太陽電池の技術と、懐中電灯の電球を組み合わせたアイデアです。ちなみに、この時任天堂に、太陽電池の売り込みに訪れたシャープの技術者は、上村正幸さんという方で、1971年に山内宏社長の誘いにより任天堂に引き抜かれ、後に開発第二部部長としてファミコンの開発を担うことになります。上村さんは、いわばファミコン生みの親の一人であり、当動画における最重要人物の一人です。上村さんが任天堂を訪れたのは、シャープの社長に勧められたからでした。
シャープの社長としては、皮肉にも、自らで引き抜きのきっかけを作った格好となりますが、シャープの思惑は、上村さんが任天堂に移籍をすることで、後に任天堂とのビジネスチャンスにつながるかもしれないという目論みもあったのではないかと、上村さんは語っています。共に任天堂に同行した上村さんの上司が、山内社長の人柄に惹かれたことから、上村さんは上司に、任天堂から何か仕事を取ってくるように命じられ、そこから上村さんは、任天堂と深く関わりを持つようになりました。なお、上村さんが任天堂に移った理由は、シャープでの転勤が嫌だったからだそうです。その頃、シャープから海外転勤の話が持ちかけられ、アメリカで電子技術の勉強をするように言われていました。しかし、上村さんとしては、当時結婚したばかりだったため、いきなり単身赴任をすることに、強い抵抗があったとのことです。そして任天堂は、その光線銃シリーズの技術を応用し、ブームが去ったボーリング場の跡地を再利用して、レジャー施設を様々な都市で展開し、業務用の射撃ゲームで大いに繁盛しました。ところが、1973年の第一次オイルショックにより、日本全体の消費が低迷したため、あっという間に客足が遠のき、任天堂は多額の負債を抱え、一転して倒産の危機に陥ってしまいます。山内社長は、この苦境を乗り切るべく、新たなビジネスチャンスを模索していました。その頃、当時電卓メーカーとして知られていた、システックという会社が、価格競争が激化していた電卓に代わる新たな事業として、大手電機メーカーの三菱電機と共同で、家庭用テレビゲーム機の開発に乗り出していました。しかし、ゲーム機の完成を見ずに、肝心のシステック社が倒産してしまったため、思いがけず、その宙に浮いたプロジェクトが、三菱電機から任天堂に持ち込まれることになります。三菱電機は家電メーカーでもあるため、自社製品であるテレビの付属商品として、自らでゲーム機を開発することも可能でしたが、ゲームは娯楽商品であることから、持ちは持ち屋ということで、任天堂のおもちゃメーカーとしての実績を買って、最終的に打診することを決断したそうです。これが任天堂にとって、初めてのゲーム事業参入の機会でした。そうして発売されたのが、6つのゲームを遊べるカラーテレビゲーム6と、その拡大版のカラーテレビゲーム15でした。この商品には、後発者としての、任天堂の戦略が明確に現れていました。複数のゲームが遊べることはもとより、モノクロだったテレビテニスに対し、任天堂は商品名でカラーであることを強調しています。当時、カラー表示できる家庭用ゲーム機は、まだ日本では商品化されていませんでした。そこで、戦術した上村正幸さんは、プロジェクトに興行を見出し、山内社長にゲーム機の開発に携わることを願い出ました。上村さんがチームを率いる形で、開発がスタートしましたが、ここで山内社長から無理難題が投げかけられます。それは、絶対に価格を1万円以下にせよというものでした。当時のおもちゃの価格は、どんなに高くても、せいぜい5000円未満が相場だったそうです。親が子供に買い与えるおもちゃとしては、その辺が妥当なのだと思います。したがって、いくらゲーム機とは言っても、子供がターゲットである以上、1万円以上の価格では、親が買い与えることはないだろうと社長は考えたようです。大量生産すれば、なんとか原価は抑えられますが、仮に100万台の生産で試算したとしても、1万5000円の価格設定がギリギリのラインでした。自ら手を挙げたプロジェクトを、何としても遂行したい上村さんは、幾度となく山内社長に直談判を試みましたが、社長の考えは変わらなかったそうです。そこで、廉価版とも言うべきゲーム6の方は、ゲームの数を減らす代わりに、1万円を切る価格に設定し、15種類のゲームが楽しめる、ゲーム15の価格は、1万5000円にする案をひねり出しました。ゲーム6は、もともと無茶な価格設定であるため、売れれば売れるほど赤字になりますが、こちらは、いわば話題作りのブラフのようなものであり、本命はあくまでもゲーム15の方で、こちらで利益を出そうという戦略です。ゲーム1本分の単価で考えれば、値段は割高でも、消費者は、お得な後者を選択するだろうと考えていたようです。山内社長にそのように提案したところ、ようやくゴーサインが出たとのことでした。上村さんたちの思惑通り、当時の業界新聞の一面には、上のような見出しが躍ることになります。テレビゲーム任天堂ショック、カラーで9800円とは、業界口アングリ、価格戦略見直し迫られる。
カラーテレビゲームは2種類合わせて140万台を売り上げる大ヒットとなりました。おまけに当初の狙い通り1万円を切るゲーム6よりも値段の高いゲーム15の方が販売台数を上回る結果となり、任天堂は倒産の危機から脱することに成功します。さらに上村さんたちはこの結果を受け、1万円以上するゲーム機の価格設定を子供におもちゃを買い与える親が容認してくれたと認識しました。この実績は後のファミコンの価格設定にも少なからず影響を与えたと思われます。なぜなら意志が固かった山内社長に対し1万円以上でも売れるという実績を証明できたからです。一方、カラーテレビゲーム発売の1年前、1976年に、すでにアメリカでは、世界初のカセット交換式の、家庭用ゲーム機が発売されていました。価格はおよそ170ドルで、当時の為替で換算すると、日本円にして約4万円になります。しかし、この世界初の試みは、後発の当たり社によるカセット式家庭用テレビゲーム機、当たり2600の後陣を廃すことになりました。その主たる要因となったのが、日本で作られたアーケードゲームでした。日本でも大ブームとなっていた、タイトーのスペースインベーダーや、ナムコのパックマンを移植したことで、それらが当たり2600の売り上げを牽引し、販売台数は2500万台に上ったとのことです。その当たり社の快進撃に待ったをかけたのが、コレコ社から発売された、コレコビジョンというカセット式家庭用テレビゲーム機でした。その要因も、日米のアーケードで圧倒的人気を誇った、任天堂のドンキーコングの移植でした。このコレコビジョンは、アーケードのドンキーコングを、ゲーム機で高い精度で再現したことから、ファミコン開発の際、上村さんたちが手本にしたハードの一つでした。ちなみに、日本で初めて、カセット式テレビゲーム機が発売されたのは、1978年の東芝のビジコンでした。日本国内のライバル機については後編で詳述いたします。ドンキーコングのディレクターは2019年にゲームデザイナーとしては史上初となる国の文化功労者に選定された宮本茂さんです。宮本さんは大学時代工業デザインを学んでいましたが、その花形である自動車や家電製品のデザインにはあまり興味が持てなかったそうです。そこで、知育玩具や教育玩具に興味を持ったことから、宮本さんは、就職先の第一希望を任天堂に選びました。当時、任天堂は、アーケードゲームのみならず、子供の遊戯施設、野球のバッティングマシーンなど、幅広く事業を展開していたため、宮本さんにとっては、理想的な会社に思えたとのことです。きっと、花札やトランプで稼いだお金を使って、自由に仕事をしているに違いないと、宮本さんは勝手に想像を膨らませていました。ところが、いざ入社してみると、任天堂は戦術した、カラーテレビゲームに社運をかけて取り組んでいる最中で、まさに経営状況は火の車でした。宮本さんは、入社面接の際に、他の会社も受けるので、1週間で返事をもらえますかと口にする暴挙に出るも、要望通りおよそ1週間後に内定が決まりました。実際、任天堂がダメだった場合は、バンダイをはじめとした、他のおもちゃメーカーを受ける予定だったそうです。宮本さんにはコネもありましたが、山内社長から、コネで採用したわけじゃないと直々に言われ、その気遣いが嬉しかったと当時を振り返っています。宮本さんは、しばらくアーケードゲームの筐体のデザインや、キャラクターデザインなどを務めた後、やがてゲームデザインの仕事を任されるようになりました。宮本さんのお話によると、当時は、プログラマー主導でゲームの開発が行われ、同時に彼らがゲームデザインも行っていたそうです。しかし、後にドラクエで、堀雄二さんがシナリオとゲームデザインを務め、中村浩一さんがプログラムを担って役割を分業したように、プログラミングの能力とゲームデザインの能力は全く異なるものであることに宮本さんは気がつきました。宮本さんがゲームデザインをするきっかけとなったのは、1981年に日米で発売されたアーケードゲーム、レーダースコープの失敗に端を発していました。レーダースコープは、ナムコのギャラクシアンを超えるという目標の下で作られたシューティングゲームで、上村正幸さんが開発を手掛けました。上村さんは、画像処理能力の向上など、技術者として、当時のテクノロジーの進化に夢中になり、高速で動く敵の弾を画面上で表現しました。しかし、弾を高速で表現することが、必ずしもゲームの面白さに結びつくわけではないため、むしろ、弾が目で捉えにくく、
過度に指先の反射神経を要求される難易度の高いゲームになってしまったようです。その結果、日米ともにアーケードでの稼働は不振を極め、レーダースコープの代替商品を開発する役割が入社3年目の宮本さんに任されることになります。はじめ、横井軍平さん率いるチームによる1980年発売のゲーム&ウォッチが人気を博していたため、そのノウハウや手法を用いることが検討されたようですが、宮本さんの記憶によると、候補となる人が数えるほどしかいなかったので、自分に仕事が回ってきたと当時を振り返っています。当時のゲーム&ウォッチのリリース状況を調べてみると、鬼のようなスケジュールでおよそ1ヶ月程度の間隔で新作が休みなく発売され続けていたので、もしかしたら横井さんのチームは多忙で人員が不足していたため、社長直属の部署で優遇的な立場にいた宮本さんに機会が巡ってきたのかもしれません。いずれにしても、この決定は任天堂やテレビゲームの歴史にとって大きな運命の分かれ目の一つでした。宮本さんが作ったドンキーコングは、インベーダーやギャラクシアンのような無機質な宇宙空間で敵を倒すゲームとは対照的に、ジョビヒゲとオーバーオールのおじさんを操作して間抜けなゴリラが転がしてくる樽をジャンプで避け、女の子を救うゲームでした。ちなみに、宮本さんのお話によると、後にマリオと命名されたこのキャラはおじさんではなく25歳くらいのお兄さんなのだそうです。ドンキーコングのゲーム性は、スーパーマリオブラザーズの礎とも言うべき、ジャンプアクションゲームの誕生を意味していました。そして、タイミングよく樽をジャンプでかわすという、反射神経ではなく、タイミング重視のゲーム性は、普段、ゲームに慣れ親しんでいない人にもアプローチ可能な、とっつきやすさが付随していました。上村さんの記述によると、当時としては、ゲームで人がジャンプする様子を表現することも、かなり新鮮だったようです。片や、レーダースコープの失敗で、すっかり暇を持て余していた上村さんも、ドンキーコングをプレイして面白いと感じたそうです。次第に、社内でもドンキーコングにハマる人が増え、夢中になるあまり、仕事が手につかない人が続出したため、プレイ禁止令のお触れが出されたほどでした。上村さんとしては、ある意味当然のことながら、若手社員の作ったドンキーコングの成功は、率直に言って尺だったと語っています。しかし、それと同時に、上村さんも、ゲームにとって大事なことは、技術もさることながら、ゲームを面白くするアイデアであることに気がつきました。この時の上村さんの気づきは、ファミコンの開発過程でも、極めて重要な意味を持つようになります。ゲーム&ウォッチは世界で4340万台も売れ、ドンキーコングの成功と合わせて、任天堂は70億円以上の負債を完済するどころか、40億円の預金を作ることができました。1981年11月のある日の夕方、九段の失敗で上村さんは会社での居場所を失い、早々に帰宅をして自宅で暇を持て余していました。ゲーム&ウォッチが好調だったため、上村さんが所属する部署から横井軍平さんの部署に人員が引き抜かれ、会社にいても特にやることがありませんでした。そこに一本の電話がかかってきました。それは山内社長からのものでした。当時は規模が小さい会社だったため、社長から電話がかかってくることも珍しくなかったようです。その時の通話時間はとても短く、話の内容は簡潔だったそうです。山内社長は電話口で次のように告げました。ゲーム&ウォッチの先が見えた。次を考えんとあかんわ。次はテレビゲームや。それを君のところでやらんか。けれども、それにはいくつかの条件がありました。条件その1、3年間は競争相手が出ないような機械を作ってほしい。条件その2、半年で作れ。条件その3、そして、例によって、もちろん価格は1万円以下で。ガチャン、ツーツーツー。会社で肩身の狭い思いをしていた上村さんは、はいと返事をするしかありませんでした。もとより、言葉を返せるような相手ではありません。あまりにも前途多難な上村正幸さんの挑戦は、こんな風にして幕を開けました。後編は、いよいよ苦難と伝説のファミコン開発編です。前編の動画は以上になります。ありがとうございました。前編を最後までご覧いただき、ありがとうございました。後編では、もう一つの運命の電話、基準はドンキーコング、山内社長の決断と軽眼、コストカットと価格設定、ライバル社のエピソードなどについて、さらにお話しする予定です。
後編は、動画説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらからご覧ください。それではまた後編でお会いしましょう。おやすみなさい。